後ろ開いてんな。あぶね。ここ来るぞ、ここ来るぞ、ここ来るぞ。よし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 。撃って殴る、撃って殴る。うわー！やったー！やったー！やったぞ！やったぞ！はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今回ですね、こういう風に手元を映しながら、意外とよく来る質問、マドックスのブレをどうしたらいいですかという質問がかなり多いんですけど、今回はそれに答えていきたいと思います。ある程度やってるプレイヤーの方ならもうわかると思うんですけど、リコイル制御に関しては本当にね、練習あるのみ。ただそれに尽きるので、ある一つのコツみたいなものをやれば誰でも簡単にすぐこう、できるようになるというわけではないので、本当に練習あるのみです。今回紹介するのは僕がね、1ヶ月ぐらい前に海外プレイヤーがもうこういう練習してる、まあウォーミングアップですね、をしてるっていうのを聞いて、僕も毎日その練習というか、まあウォーミングアップをやり出したので、まあ紹介しようかなと思います。そしてまあこのコントローラー、3ヶ月ぐらい使ったんですけど、これわかるかな？これを左スティックをこうするともう帰ってこなくなっちゃって。もうこれ3ヶ月ぐらい持ったんですけど、まあだいぶ持った方かな。帰ってこなくなっちゃったんで、今回はちょっとこれ使わず、よいしょ。ちょっと前に使ってた、このブルーっぽいコントローラーを使っていきます。初心者の方のために、まずはじめに、武器のね、リコイルがどんな風にね、ブレてるのかっていうのを大体把握してないといけないですね。で、マドックスは、こう、リコイルせずに打つと、まあ大体こう、右上、左上、右、左、右、みたいな感じでブレてるんだなっていうのを大体ね、頭の中でこう入れときます。大体でいいですよ。で、まあリコイル制御するときはこの右スティックを、まあそのこのブレと反対の方向に動かせばいいんで、まあ右上にブレる場合は左下にね、今までの COD は確かね、ブレがね、こうランダムだったんですけど、今作はね、違うんですよね、確か。そしてあとはひたすらに壁を打つ。リコイル制御してから。こうやって。とにかく、なるべくね、なるべくこう一点に集中するように。とにかく壁を打ちます。ひたすらに。で、この時に、左スティックもこういう風に動かします。左右に。っていうのは、実戦で棒立ちしながら打つことっていうのはほとんどないので、まあ、実戦のように左スティックもね、こうやって動かしながら、リコイル制御できるように、ひたすらに壁打ちします。まあ、場所はどこでもいいので、こうやって。まあ、僕、正直、あまり今上手くないから、現役選手の、方が、もっとね、ブレの制御は上手いんですけど、ラッシュゲーミングのベブラくんがね、まあ、この壁打ちの動画出してるんで、彼のね、リコイル制御を見るともうものすごいブレが少ないので、驚くと思います。だいたいこれを10分とか15分とか満足の行くまで、とりあえず打ちます。どこでもいいので。まあ、僕もね、今まで壁打ちっていうのは正直あんまり COD ではやらなかったんですけど、まあ、今作のこのマドックスという武器はブレが大きいのに、まあ AR なので中距離とか打ち合う機会が多いので、やっぱりリコイル制御できてるとかなり強いんですよね。まあ、そして最後に一番大事なことは本当毎日触ることだと思います。僕もね、やっぱ2日3日、まあ触らないと、やっぱ全然リコイル制御できてなかったりするので、やっぱ本当毎日毎日触り続けることが大事だと思います。本当あとは根気強く練習あるのみだと思うので、頑張ってください。はい、というわけで今回はこういう風に手元を取りながらやりたいと思います。なんですけど、僕のね PS4 Pro が最近もうファンの音がめちゃくちゃうるさくてマイクにね入ってしまうんですよね。で、調べたらね、PS4 Pro 初期型はファンの音がうるさいっていう人が多いらしくて、確かに僕 PS4 Pro 初期型最初の頃に買ったんで、多分そう当てはまってるとは思うんですけど、いや、もう本当にうるさい。もう掃除機ですよ、掃除機。ほんと掃除機と一緒だわ。聞き比べたいぐらい掃除機と一緒。まあ今はね、そこまで、うなってはないんですけど、時々ね、めちゃくちゃうなり出す時があって、もう、ブワーみたいな。本当に、めちゃくちゃうるさいんですよね。あ、これは厳しいかもしれない。まあちょっといくらリコイル制御できたとしても、ね、ICR とか、ソードフィッシュとか、スナイパーとかには勝てないので、まあ、相手を見極めつつね、戦わない。さあ、そして、よいしょ。まあ、今回手元なんで、まあ、リコイル制御の時どれだけね、右スティック動かしてるかっていうのが見れたらなと、見せれたらなと思うんですけど、見えてるかな？大丈夫ですかね？
それは新しい。ちょっとドローン出してみようか。で、ドローンを、こういう風にするわけですよ。あれ、スナイパーだったね。あれ、あれ、スナイパーだ、スナイパーだ。あれはやばいぞ。映ってる、映ってる。映ってるぞ。よし。あと、そこの窓にいるね。窓の人は逃げてったね。ほい！タックリプレイタイプな。こうしとこう。誘導間に合うかな。近く湧いちゃったと思うんで。おい、ナイス。さあ、リスポーン変わったと思うな。よいしょ。急げ、急げ。あー、もう間に合わないか。もう貼られちゃったね。どうしよう。困ったな。一人詰めてきてるね。危ない。ヘルストームゲットしたら、ちょっととりあえず呼んでみよう。まあ一人ぐらいかな、やれても。二人やれた。全然十分。ちょっと撃って引っ込ませてる間に突っ込むという技。スナイパーヘリー。回復。こっちから回りましょうか。よいしょ。ナイス。これはスパロの出番じゃない？こっち、ま、味方さん、前通っていい？あれ、いなくなってる。いなくなってるね。こっちかな？こっちから湧いて、来てるからね。上がってく。ほっほっほっあはははは危ねえ。敵に背後を通られつつも、あーはっはっはちょっと、とりあえず、決めち。下がって、こっちから回ってみようか、思いっきり。思いっきり行ってみようぜ。これ絶対固まってるぞ。しかもタックリプレイ耐えてるから、めちゃくちゃ固まってるはず。さあ、スナイパーじゃなくて、こっち、よろしくないな。こっちから戻ろうか、また。スナイパーヘリ出してるから、敵さんは、お家に帰るはず。よし。よし。スナイパーヘリ。スナイパーヘリ、今まだ出てんのか。ちょっと、あれだね、ヘルストーム呼びたいね。行くぞー。くる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 。あ、そう、一人しかやれなかったか。まあ、スナイパーヘリもう一個あるから。落とそうとしている何かを。UAV 落とされたかな。さあ、若干僕がいる側で湧きそうな気がするんだよね。はい。はい。出ない。出せない。うー、危ない。さあ、ここで。よいーん。はい。後ろ！危ねえ。よく生き残れたな。よし。パンチ！よし。中にいる、中にいる。やべ。そこにもいる。あー、ミスった。ちょっと突っ込みすぎたな。ちょっと思いっきり行きたかったんで、ね。まあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない。32か。結構連続キルできてたな。右側にいるな。オッケー。タックディプロイ。チーム探しでタックディプロイ耐えてくれると分かりやすいね、敵の位置が。大体固まっちゃうからね、そうすると。なんだ、この人。なんか映ってるぞ。よし。じゃ、この左側にいる。よし。よし。あれ？この辺いた気がする。やべ、後ろ取られた。どうなってんだ？ちょっと待って。後ろもいる気がするんだよな。そこ出てくる。はい。ヘルストーム。もう一人。オッケー。11発、やれると思う。オッケー。リロードしない、リロードをしない勇気も大事。パスコーン。当たってない！ちょっと待ってくれ。ってことは、もう一枚ここ来るでしょ。後ろ湧いてんな。あぶね。ここ来るぞ、ここ来るぞ、ここ来るぞ。よし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 。へへへへ。撃って殴る、撃って殴る。うわあ！やあ！やった！やったぞ！やったぞ！来るぞ、来るぞ、来るぞ。二人が来る、二人が来る。もう一人。左側。で、右。よし。回復しないでいこうか。いや、回復できる、できる、できる。よし。
よし !53 の2。OK! はい、というわけで、今日は久しぶりのチームデスマッチということで。まあ、やっぱりなんだかんだ視聴者さん的にはどうですかね、チームデスマッチやってる人が多いのかな。やっぱ人口的にはチームデスマッチがね、一番多いと思うんで。まあ、できたらこう、まあ、今ね、自分はこのルールね、一番プレイしてますよっていうのをコメント欄に書いてくれるとね、ちょっと参考になるんでね、動画撮るとき。ぜひよろしくお願いします。というわけで、この動画参考になったらぜひ登録ね、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone.